皆様こんばんは、シャトです。今回のお話はクリスタルコンフリクトの白魔導士についての解説です。今回は動画の前半では白魔導士の強みやスキルの打ち方のお話をして、後半は試合の実況解説を務めてみようと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは始めます。よろしくお願いします。まずはじめに白魔導士のロール紹介からです。白魔導士はヒーラーなので、相手を積極的に攻撃して HP を減らすというよりは、回復やその他サポートを味方に付与して戦う支援寄りのジョブとなっています。回復力 12,000 の栄翔ヒールのケアルラと、セラフストライク使用後に実行可能となる栄翔なしのインスタントで出せる回復力 16,000 の範囲ヒールスキルケアルガを主力に味方を回復していきます。ヒール力のイメージがつきづらい場合は、回帰を比較対象とするとその強さが分かりやすいかと思います。ケアルラは最大2発ストックすることができ、セラフストライクのリキャストも20秒と短めなので、ここぞ、という時のために持っておくというよりは、ある程度雑に巻いてしまっても多少は問題ありません。しかし、HP も MP も枯渇してしまい、あと1回ダメージを受ければダウンしてしまいそうだけど、ヒールがあれば逃げることができる、という状況で的確にヒールを付与することができれば、それが最も強いヒールの運用方法となるので、そのタイミングもできれば狙っていきたいですね。2つのヒールスキルの差別化としては、ケアルラは前線にいる MP が減り始めた味方に対して、この後またすぐに HP が減る読みで事前にヒールを付与する、置きのイメージで使用し、ケアルラは、瞬間的に大きくヒールすることができるので緊急用として運用すると良いかもしれません。まあ、明確に使用方法を決めることもないですけどね。あくまで一つの指標として捉えていただければなと思います。また白魔導士はヒールの他にアクアベルという回復力8000相当のバリアを付与するスキルも持っています。基本的には HP が減った味方に対して緊急用に付与することが多いと思いますが、追加効果にある対象に付与されている浄化で解除可能な状態異常を1つ解除する、また状態異常の解除に成功するとバリア量が2倍になるという効果の発動を期待して、状態異常が付与された味方に付与して16000のバリアを生成する目的で使用する運用も強力です。16000のバリアを生成できる点は非常に優秀なのですが、発動のタイミングが少し難しく、それだけでなく、味方が自分に付与された状態異常を、浄化のスキルを使用して解除しようとした場合に、浄化の使用よりも先にアクアベールのクリアが発動してしまうと、浄化の使用によって追加発動するはずだった活性バフが付与されなくなってしまい、浄化の発動を透かしてしまいます。浄化はリキャストが重く、活性バフも自衛の要となる強バフなので、良かれと思ったアクアベールで無駄にさせてしまうのは結構もったいないですね。この事故を防ぐためにも、スタンや沈黙などは浄化による解除を期待して、バインドやヘビなどの軽めの状態異常をアクアベールで解除できると非常に美味しいです。バインドやヘビー程度では浄化を温存してくれるプレイヤーも多いですからね。もしくは味方の浄化の使用を管理しておいて、浄化がない味方に対しては積極的にアクアベールでの解除を狙うといった感じでしょうか。さすがに味方全員分の浄化を管理するのは大変なので、個人的にはタンクロールにフォーカスターゲットをしておき、浄化後のアクアベールを徹底できるとまた勝率に現れるのではないかなと思います。戦士やガンブレイカーには特に徹底できるといいですね。8000のバリアとして使用するのもそこそこ強いので、味方を助けるためにバリアとして投げる使い方もお忘れなきよう。またこれまでに上がったヒールスキルとバリアは LB であるハートオブパーゲッションの追加効果であるテンパランスのバフの効果で回復力が 10% 上昇しますので、その効果の恩恵を受けることができます。スタンやビームの影に隠れて結構忘れがちな追加効果ですので、覚えておいて損はないかもしれません。 LB のハートオブパーゲッションは言わずもがなの超強力なリミットブレイクです。着弾の速い射程 40m の直線範囲攻撃で、当たれば2秒スタン、威力 18,000 と高スペックな性能ながら、チャージタイム60秒で手軽に打つことができます。合わせて白魔導士が持つ単発高威力のハートオブミゼリと合わせることによって、威力30,000を状態異常と絡めて与えることができ、突進ダメージスキルのセラフストライクとも合わされば38,000と、もう書いてて呆れてしまうほどのはちゃめちゃな性能を持ちます。セラフストライクは着弾の速い威力8000という DPS でもなかなか持たない性能の火力スキルなので、こういう場面では重宝しますね。まあ詰まるところ影は本当に強力な神 LB で、弱点らしい弱点はありませんが、
一応防御の上から打ってしまうとかなりもったいなく勝率にも影響してしまいます。落とせそうな場合なら活性状態の相手に打つのはいいとしても、防御の上から打ってしまったら取り返しのつかないことになってしまうので本当に注意が必要ですね。雑に使用しても強いスキルではありますが、味方と合わせたり長期のコンボで合わせたり、味方が追われているところにまとめて打ってサポートしたりと、運用に大きく幅があるバリエーションに富んだスキルでもありますので、この状況で打ったら強いというイメージを明確にしておくと良いかもしれません。ただ狙いすぎて持ちすぎてしまうのは NG です。こちらも合わせを狙っているように、味方も白 LB との合わせを狙っている場合もあるので、ある程度のリターンが得られる場合は思い切って打ってしまうのがベストだと思います。最後になりますが、白魔導士の中でも最も凶悪な矢部スキル、ミラクルオブネイチャーの紹介です。付与した相手を2秒間面白おかしいカートゥーンな動物に変化させ、アクションの一切を崩るというぶっ壊れ性能を持ちます。ネイチャー中は回避も防御も何もかも押せないので、効果中に HP 許容以上のダメージを与えられれば一方的にダウンを取ることができます。 HP が減少し回復のために回避を押そうとしたタイミングでネイチャーを付与することによって、そのまま残りを減らすというシンプルな戦略が最も強力で、リキャストは30秒と重めながらもその周期に積極的にダウンを狙うことができるのは相手にとって恐怖でしかありません。唯一の弱点としては射程が短いことですが、これもセラフストライクの突進を利用することによってある程度補うことができます。ただもちろん相手もそれだけ警戒するので、白魔導士が前線に来たらフォーカスして落とすような動きを取る場合も多いです。ネイチャーを打つためには一時的にでも白魔導士が前線に出ることになるので、その瞬間を狙い落としに来ます。上手い相手だとセラフの射程距離からでもスキルを飛ばして白魔導士を落とそうとしてくるので、開幕などは結構思いっきり下がってしまっても良いかもしれませんね。それでは簡易的ではありますが、白魔導士のスキルの紹介は以上となります。この後は試合を見ながら解説していきたいと思いますので、状況判断や強い使い方などの細かいお話ができればなと思います。それでは引き続きよろしくお願いします。この試合はカスタムマッチを開いて撮影させていただきました。とても楽しかったのでまた開きたいと思います。その時はぜひまたよろしくお願いします。それでは対戦よろしくお願いします。こちらの編成はなしろ認識ろ、お相手はがしろも竜気候ですね。プライマルレンドやソルトアースはないので開幕は特に警戒しなくても良いかもしれません。ネイチャーを打つとしたら、前に出てきたガンブレさんに打つか、モンクさんに打ってバストで落としてもらうかでしょうか。ガンブレさんが前に出てきたのですかさずネイチャー、ナイスバストです。メリュラが入っていたのでやっちゃったと思いましたが、なんとか落とせましたね。続けて前に出てきた人を順番にフォーカス。CC の入り方がエグかったですね。テンポよく落とすことに成功しています。このまま押せ押せで追撃したいところですが、白魔ちゃんはクリスタル運搬のためにもですが、うまく味方が追撃してくれましたね。開幕の展開としては100点満点です。まだまだ味方が追撃してくれています。血の気が多いのは良いことです。開幕のネイチャーが刺さるとその後の展開が良くなることが多いですね。この試合は少しできすぎてしまったかもしれませんが、相手のパゲで追撃組の体勢が崩されたところへこちらもパゲを打ってフォローします。これはお相手のパゲが上手でしたね。追撃組のリソースがごっそり奪われてしまいました。ひとまず下がって味方はリグループ 50% チェックポイントでの激突に備えます。リュウさんがジャンプで攻めてきたところにネイチャーを入れたのですが、うまく防御で透かされてしまいました。クリスタル下では相手の連続剣が発動、フィニッシュと同時にセラフで突進し火ダメ 10% カットとケアルガを周囲に巻きます。クリスタル下は激戦地なのですかさず防御、味方の詩人さんのフォローも入り安全に下がることに成功します。クロマさんがめちゃくちゃ爆発してくれてますね。 LB 中は全ジョブ中最強なのです。そのままガンブレさんを味方の CC からのカッパで強引に落とし切ります。 50% の当たりにも勝つことができました。あとはチェックポイントを割るまで人数差を生かして丁寧に攻めていきます。リュウさんに攻めれそうですが、相手の LB が溜まっているので少し様子見。こちらの天柱が起動しているのもあり、シャッターで耐えるため LB を発動します。着地したところへバーストを集中させます。ポリットローをうまく入れられてしまいましたが、人数差で強引に落とすことに成功しました。 50% のチェックポイントも割ることができ、ズンズンと攻めていきましょう。 LB 状況はこちらが不利ですが、
日寄らずに攻めていきたいところ。メテドラが溜まっているモンクサンサーを落とすことができればかなり有利な状況を作ることができるので、ファーゲーションからの見せりで強引に落としに行きますが、コンボを踏まれてしまい HP を全回復されてしまいました。その後の反転のメテオドライブでナイトさんが逆に落とされてしまいます。モンクさんめちゃくちゃ強い。とりあえず防御で耐えますが、3人に囲まれているので厳しい状況。逃げる前にネイチャーを入れてから撤退します。攻めにも死にも強い神スキルです。リュウさんの猛攻をギリギリで耐え、軍用キットを拾って奇跡の生還。 MP は心もとないですが、ここでは受けに回らずに攻めてみることに。一度撤退することで私への警戒がなくなっていたはずなので、人数差を維持するために私も前線に参加します。相手の LB がなくなっていることも前に出れた判断材料のうちの一つですね。ナイトさんのファランクスももらえたことでさらに盤石。相手のシロさんと飛行さんの攻めを受けましたが、さすがにダメージカットが優秀すぎました。さあネイチャーが溜まったのでセラフで近づいてネイチャーを使用します。 LB が溜まったところで敵が密集していたので直撃コースで受けました。そのダメージから忍者さんが電柱を起動。ナイス電柱。防御を張られてしまいましたがダメージが間に合い2連鎖目。このタイミングで忍者さんへとディアンが入っており、詩人さんのサポートが光りますね。続けざまに3連鎖。ナイス電柱&バストです。これもダメージが間に合い、防御を無効化して電柱を差し込みます。4連鎖。クリスタルを守らなければならない。電柱もケアしなければならない。どちらもしなくてはならないのがこの状況の辛いところですね。まさかの5連鎖を決めてゲームエンド。電柱もお見事でしたが、味方のフォーカスもナイスでした。ご視聴ありがとうございます。試合は白魔導士が強いというよりは味方が強かっただけの試合のような気がしますが、白魔導士の強みも少しはお見せできたような気もしますので許してください。またカスタムマッチ開きたいです。よければ参加してくれると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。